このチャンネルをご覧の皆様こんばんばはいっちょです、えー、本日1月22日ですね、えー、ついにユニクロ U の、えー、新作の発売日ということでユニクロさんに行ってまいりましたまあね今回のユニクロ U 皆さんどうだったでしょうかまあ結構いろんな感想を持ってる人いるかなと思うんですけど、まあ、僕なりの、えー、今回のユニクロ U の感想を含めた、まあ、レビューを、えー、今回は動画として出したいと思います まあ本当にそうだな。なんかこう、やっぱり僕は古着屋のバイヤーをやってたり、普段スタイリストの仕事もやってたり、まあ年齢が32歳だったりっていう、えー、そういうパーソナルな面も加味しての、まあ本当僕個人の、えー、感想レビューにはなってしまうんですけど、まあなんか僕に本当年が近い人だったり、まあなんか僕のこう普段動画見てくださってる方だったり、まあ感覚近い人だったりは結構参考になるレビューになるんじゃないかなと、えー、思いますので、えー、ぜひ興味ある方は最後までご覧 いただければと思っております一応メンズ全方レビューしてあとちょっとレディースでもこの辺良かったかなっていうアイテムとかも紹介したいなと思っておりますので是非、えー、ご覧いただければと思いますそれではどうぞはいということで、えー、早速ですね、えー、レビューをしていきたいと思います、えー、まずじゃあメンズの方から見ていきたいと思いますえー、っとアウターから、えー、ご紹介していきます まあこちらのレギュラーフィットテーラードジャケットなんですけど、これはまあ去年出てたものと本当にほとんど変わらないかなというところで、まあ無難にえ使いやすいけど、まあそこまで高級感があるわけではなく、まあ本当になんかお値段なりのちょっとこう、なんつうんだろうな、家でも洗濯できるような風合いの、まあ無難なえセットアップって感じのアイテムですね。まあなんかちょっと会社用とかで使うにはあれですけど、本当に もう少しなんつうんだろうな、なんかこう、ちょっとテレワークとかでスーツ着なきゃいけない時とかに着るとかだったり、ほんとカジュアルな割とセットアップとして着用するにはいいかなっていうような、えー、アイテムになります。で、それから、えっ、ー、と、こちら。結構 結構気になってる方も多かったかなと思います。まあリラックスフィットテイラードジャケット、それからパンツのセットアップですね。まあこちら色味がめちゃくちゃかっこいいなって思ってて、まあ古着ライクな、えー、色味で、まあ実際のこの質感どうなのかなっていうふうに思ったんですけど、まあパッと見の質感はそんなに悪くないんですけど、思ったよりまず着てみるとちょっとシルエットが難しいなと思いました。まあ割とオーバーサイズなデザインで、 僕の1 7 0ンチ6 5キロの体型だと、まあ、割と M か S かなっていうぐらいのサイズ感でした。で結構やっぱり丈が長めでちょっとこうオーバーシルエットなのでジャケットのそのなんかサイズ感が難しいなっていうふうに思ったのと、まあ、あと色味がなんかこうウェブサイトで見てる方が綺麗な色味だったかなって気がします。 まあ、カーキに関しては、まあ、割と近い色味かなーって感じなんですけど、ダークブラウンに関しては、もっとなんかこんなおしゃれなダークブラウンの色味っていうよりは、まあ、割と普通のブラウンぐらいの色味で、結構店頭で確認してみると、ちょっと色味の違いはあるので、これはちょっとウェブの、この、なんつんだろう、画像で判断しないで買っていただければいいのかなと思います。まあ、あと特徴としては結構、シワが目立ちやすくて、シワになりやすい生地。 えーっと去年出てたリネンのセットアップとかってまだなんかしわ感がそんなに嫌に見えないタイプのなんかリネンの風合いだったんですけど今回のこちらのセットアップに関しては割と張り感がある生地感でそこにシワができてしまうと結構品がないような雰囲気になってしまうのでなんかラフな雰囲気で着るセット アップなんだけど割とドレッシーな雰囲気もあるからこそあんまりシワが入るとかっこよく決まらないってところでなんかこのセンズ素材感がどうなのかなっていうふうに僕は思いましたで一応ジャケットはちょっとオーバーサイズでパンツも結構オーバーサイズのシルエットなんですけどまあ割と大きめだったので僕で一番ちっちゃいサイズでいいかなって思う感じで結構 こう79とか選んでしまうと太めだしダボっとした印象になるのでまあほんこのなんかねパンツがで割と軽やかさも あったりするのでなんか、ジャケット割とカチッとめで、パンツはちょっと軽やかな感じがして、なんかそこのバランスも非常に取りにくい。なんかよく見てみると確かにこれ、上はちょっとカチッとめで、下はなんかこう、ちょっとラフな印象に見えると思うんですけど、ほんとこのまんま、なんかこのバランス感が僕はすごい使いにくいなと思ったので、個人的に狙ってる人はちょっと、 店頭で試着してみてみかから買った方がいいいなと思いますあんまりオンラインで買うのは推奨しないかなっていう風に僕は、えー、感じました。まあけど買うんだったらちょっとサイズは、えー、といつも着てるサイズよりもワンサイズちっちゃめで買っちゃっていいかなと思います。えー、続いてこちらですね、えー。コットントラッカージャケット。 えー、セットアップ可能ということで、こちらも、えー、セットアップで色々試着してみたんですけど、まあサイズに関してはまず僕は上は M がいいかなーって思いました。えっ、ー、と割と L にしちゃうとちょっと丈が長めで、なんかこのパンツのポケットに手が入れにくいんですよね。まあモデルさんは身長が高いのでこのくらいのサイズ感で着れてますけど、結構ね、これ170センチとかの人が着るとこのもう ぐらいのねえっ、ー、と竹感になるので割と竹が長いなーっていう印象でしたで襟もなんかこれ結構70年代のこの襟が大きめの尖ったデザインに見えるっすけど実際店頭で見てみたらそんなになんか襟が大きめな印象もなくてまあ割と普通のデニムジャケットだけどちょっと竹長なカバーオールに近いような竹感のデニムジャケットっていうイメージだったかなと思います で、ま、あこの色に関してなんですけど、個人的にはベージュは結構可愛いなと思いました。まあ、このベージュよりももうちょい濃いめで割とブラウンに近いような、そ、ここまで抜け感があるようなベージュの色味ではなかったんですけど、ま、あなんか意外と色味は綺麗だし、あんまりこういう色味のね、デニムのセットアップってないので、そういった意味では良かったかなっていうふうには思いました。で、一応自分で着るんだったら僕はサイズは、ま、あ上は M で、 下は、えっと、32インチぐらいで、ちょっと太めで合わせるのが個人的にはバランスは良かったかなっていうふうに思ったんですけど、うん。で、まあなんかこのね、ブルーの方はやっぱりちょっと色が鮮やかなブルーで、割と普通のインディゴとかと比べるとやっぱりちょっと派手な印象があるので、このブルーは使いにくいかなって思ったのと、まあ黒は意外と、 思ってたよりも良くて、まあ選ぶんだったらこの黒ベージュで個人的には選んであげた方がいいかなっていうふうには思います。うん。まあけど本当に思ったよりジャケットの丈が長めなのでオーバーサイズで着たいなって人も、うん、なんか丈の長さはちょっと気をつけていただければなって気がします。本当に割とこういうセットアップとかってパンツのポケットに手入れたいけど、 そうなんかパンツのポケットに手が入らないと収まり悪いんでね。まあ一応ね、これ結構いいところとしては、このサイドのここの部分にスラッシュのポケットがついてて、一応ジャケットのこうポサイドポケットに手が入れられるっていうところはいいところだったんですけど、 まあけどちょっと僕は思ってたよりまあ良かったところもありつつあんまり使いにくいなって思ったところもあってまあなんとも言えないアイテムだったかなっていう感想ですかねうんじゃあ続いてえージャージシャツジャケットですねこれはねあのー、すごい無難でしたうんまあなんか色的には結構このブラウンと黒が 使いやすいかなと思ってネイビーの色味はちょっとなんか抜けすぎてて個人的にあんまり締まらないしおしゃれな雰囲気にもならないしあんまりこの色味は僕は好きじゃなかったかなと思うんでカラーはこのブラウンとブラックが良かったかなって思いますでまあサイズ感的にはまあ僕が着た感じだと自分は L を買うかなって思ったっすけどまあちょっとジャストサイズ目で着たいなら M で、えっ、ー、と、オーバーサイズ目に着たいなら L かなーって感じ。なんか XL ほど僕の体格だったら大きめにするとちょっとだらしなくなってしまうので、まあ M か L かなと思ったんですけど、僕は自分で着てて L サイズが一番しっくりは来ました。まあやっぱり予想通りジャージっぽい雰囲気っていうのはほとんどなくて、まあほんとミリタリーのちょっとヴィンテージのジャージみたいな。 まあ割とジャージってイメージのものよりは、まあなんつうんだろうな、ちょっとスタプレーみたいな。 印象のワーク生地みたいな、えーまあ、生地を使用したジャケットですね。まあけどやっぱりこの大きめな、えー、フラップポケットがいい感じのアクセントになってくれて普通のシャツとはまた違った表情でまあシャツとジャケットの中間ぐらいで使えるのでまあ、インナーでも、えー、アウターとしても便利に使えるアイテムなのでこれは割と高評価だったかなっていうふうには思います。うん。で一応これ結構襟がこう何つうんだろう なんか大きめに開いてるので使いにくいと思うかもしれないですけどこれ襟閉めることもできてまあ襟閉めると割とこう普通のなんかねもうちょいこうなんだろうあのー、デザイン性がそこまであるような雰囲気にはならないのでまあこの襟抵抗ある方は閉めてきていただいてもいいのかなっていうふうには思いましたうんまあこれは割と合格点だったかなっていうアイテムですねはい、えー、続いてフーデッドコート まあこれはすごい賛否両論分かれるアイテムかなと思います。個人的にはあんまりこう、なんつうんだろうな、洋服持ってない方が買うアイテムではないかなと思いました。結構いろんな洋服持ってて、ちょっとこういうアイテムもアクセントで欲しいなぁと思う方に向いてるかな。どちらかというと、1枚で着るというよりは僕はレイヤード用のアイテムかなっていうイメージを受けました。 まあなんか一枚で着ると結構こう何んつうんだろう身幅がそんなにないゆったりしたようなコートというよりはこうシュッとしたデザインのコートなので前閉めちゃうと結構細身なんですよねそこでなんか割と日本人の体型にはそこまで合わないかなっていうところで結構使いづらさは感じたアイテムです で、あとまあダブルジップとかでもないし、まあフロントがジップで、なんかボタンだったらもうちょいシルエットとかをこう変えて使いやすかったかなって思うんだけど、ジップなのでもう開けるか閉めるかしか選択肢がないので、そこも割と使いにくいなって思ったポイントで、まあどちらかというと本当上からステンカラーコートなりトレンチコートなり、まあなんかダウンなり重ねてレイヤードを楽しむようなアイテムって感じで結構僕は上級者向けな アイテムだなぁと思ったんで、うん、なんかちょっとその辺は気をつけて買った方がいいかな。個人的にはなんかまあけどやっぱりこの白とかがすごい色味的には可愛いし、まあレイヤードした時もアクセントになってくれるし、結構黒のコートとか重ねた時にこの白のなんかパーカーの感じがいい感じの雰囲気出てくれるんで、なんか黒とかはあんまり魅力的じゃなかったし、うん、個人的な推しはこのナチュラルの色味ですかね。うん まあただちょっとほんと上級者向けのアイテムなんでうんそこを気をつけていただければと思います。でサイズに関してはうんなんか僕は一応 L サイズかなっていう風に自分で着てては思いましたけどこれに関しては XL、XXL ぐらいでまあなんかアウターとして着たい人はかなりサイズ上げてきちゃう。 感じがもしかしたらいいかもしれないですね。まぁ、あ、エールまでしかなかったんで、そこ比較はできなかったんですけど、おそらく僕のイメージだと、XXL ぐらいまで大きめで来ちゃう方が、このアイテムに関しては、かっこいいんじゃないかなと思います。ただ、オンラインでもう XXL 売り切れになってるんで、うん、ちょっと XXL 買うの難しいかもしれないですけど、これはおっきめで着た方が、 ね、アウターとして着るならかっこいいかなと思いました。まあ、インナーとして使用するんだったら、まあ、全然 L とか M でもいいと思いますけど、まあ、あんまりタイトに着ちゃうと、余計に細身のシルエットで、割とパツッとしちゃうんで、個人的には大きめ推奨でございます。はい、続いてステンカラーコートですね。これはね、あのー、全然ルックの画像の方が、まずベージュの色味が良かったっすね。 なんかちょっと実物見てがっかりしたというかこんな綺麗なホワイトベージュみたいな色味じゃなくて割とカーキ寄りのベージュみたいな感じで僕が思ってたなんかこう洗練された綺麗なイメージっていうよりはもうちょいなんかこうミリタリー ぽいというかまあ割と武骨さもしっかり感じるようなステンからコートだったかなというふうに思います形もまあオーバーサイズというよりは本当ベーシックめな、えー、割とシルエットでまあなんだろうな僕は結構使いにくいなぁっていう風うな印象を受けてしまいましたうん、なんかあんまりユニセックスな雰囲気もなく本当に色味がね結構 こういろんな色と合わせてみたけどそんなにこのベージュの色があんまりいろんな色との相性が良くなくてそこが使いにくいなって思ったポイントだしシルエットもなんかねオーバーサイズでもないしなんか絶妙な細さで僕はあんまり好きじゃなかったかなこれを1万3000円で買うんだったらなんか古着とかでブランド物のステンから開こうとまあなんか 2号ぐらい出せば、それなりにいいの買えるから、まあ値段は倍しちゃいますけど、そんくらいの値段出してもうちょいいいコとト買ってもいいかなっていう風に思ったかな。まあベージュはあんまり良くなかったっすけど、買うならダークグレーがいいかなと思いました。まあこっちはダークグレーはルメールらしい、まあ AW でも出てたようなダークグレーの色味で、こっちの方が色味は 使いいやすいしし綺麗だなっって思ったしまあこのなんかちょっとシュッとした細身のシルエットに対してはなんかこっちのダークグレーの方が個人的には汎用性の高さを感じたかなーって思いました。 で、サイズ選びに関してなんですけど、まあ僕は一応自分で着るんだったら店頭にある中だと L サイズかなーって思いました。なるべくこれはオーバーサイズで着た方がいいようなシルエットのアイテムだと思います。まあただ XL、XXL がね、売り切れてしまってるんで、うん、サイズアップはできないですけど、結構これは大きめに着ちゃってもいいのかなーっていうふうに思いました。 あんまりジャストサイズ目で着るんだったらもうちょいなんか綺麗めなステンカラーコートを探してきた方がいいかなと思うしこれに関してはちょっと事前レビューの時にこれは絶対当たりだと思いますよって言ってたけどちょっと撤回させてほしいかなっていうふうには <laughs> 思ってますはい、えー、そんな感じですね えー、それからセーター、カーディガン類、えー、ご紹介しましょう。えー、まず 3D ニットですね。まあこれに関しては、思っていたより本当になんかまあ 3D っていう言葉に結構、なんつうんだろう、騙されちゃいけないというか、まあ特に 3D 感みたいなものは感じないような、本当に普通のニットで、で、色に関しては、この画像で見た時の方が全然綺麗です。なんか実際見てみると、あ、こんな感じみたいな色味で、 なんかちょっとファーストインプレッションはげんなりしてしまいました。まあただ着た時のシルエットだったりはすごい使いやすいし、まあ素材感も結構こう中にインナーとか着ないで1枚で着ても肌触りはすごいいいようなえ質感だったのでそこは好印象だったのと、 まあなんか色味ここまで綺麗じゃないですけどまあこのナチュラルオレンジあたりは結構インナーでも使いやすい、えー、色味だったのかなと思ってまあ割と使いやすいっちゃ使いやすいけどなんか思ってたなんか事前に抱いてたイメージよりはだいぶ僕の中では印象悪かったんでなんか購入までは至らなかったですけどまあ無難なニットだと思うので欲しいなと思ったら っっちゃってもいいいかなと思いますただ意外と素材感がこんな画像で見るほど良くないっていうところでオンラインで買う人はちょっと気をつけた方がいいかなと思います、まあ、サイズは僕の 170cm65kg ぐらいの体型だったら L サイズぐらいでちょっとゆったりめで着てあげるぐらいがちょうどいいかなっていうふうには思いました えー続いてラグラン V ネックカーディガンなんですけどこれ今回ユニクロ U だともしかしたら一番当たりだったかなーって思うアイテムですねなんか思ってたよりもまあ確かにちょっとこのアクリルっぽさこれアクリルなんだっけあポリエステルとコットンか なんかちょっと安っぽさみたいなものはあるんですけど、なんか逆にその安っぽさがちょうどいい塩梅でなんか使いやすいというかオリジナリティが出てて、僕はかなりこのアイテムは可愛いなっていうふうに思いました。割とこう着た時のなんか普通のカーディガンとはまた違った表情もすごいですし、やっぱりこのちょっと、なんつうんだろうね、この、 ゲージのこういう網がちょっと独特な網でこれがなんか古着っぽい風合いですごい面白いなっていうところとまあなんかサイズ感もすごい良かったですし、うん、1枚できてもなんかこの画像よりもうちょい1枚できても絵になる。 カーディガンだなーっていう印象を受けたし、まあ、なんかインナーで使ってもいいレイヤードができるので、本当にかなりこれに関しては好印象だったかなって思います。で、サイズに関しては、まあ、L サイズ着て僕は、あ、L サイズがいいなーっていうふうに思ったんで、僕ぐらいの体型だったら L サイズでいいかなと思います。まあ、サイズダウンして着るってよりはサイズアップして着てあげた方がいいかなと思うので、まあ、XL XX、XXL ぐらいのサイズ選んであげてもいいか かなと思います、まあピタッて切るよりはちょっと緩めで着てあげた方が個人的にはいいかなと思います。でカラーはまあどれ選んでもいいかなと思ってたんですけどまあ一番僕がいいなと思ったのは白のこのナチュラルの色味ですね。まあこれは無難に使いやすいし春っぽく切れるしいいかなと思ったのとまあブラウンも良かったんですけどどちらかというと僕黒の方が印象が良くてまあなんか黒は黒でもあんまりベーシックな黒というよりはちょっと光沢があって。 なんかこうザラッとした表情の黒なんでなんか普通の黒のカーディガンとはまた違った表情でなんかこう何つうんだろうな奥行きが出るというか黒とかとレイヤードしても奥行きの出てくれるような黒の色味でなんか意外と黒が好印象だったかなってことで割とカラーに関しては僕は白と黒がおすすめけどまあブラウンも全然おすすめかなっていうふうに思いましたこれは今回一番だったかなっていうふうに個人的には 思ってます、えー、続いてこちらですねスウェットカーディガンなんですけどまあなんか予想通りというかカーディガンというよりはノーカラージャケットのイメージに近いような、えー、アイテムだなって思いましたまあそこまでスウェット感が強くない感じでまあなんか音スのこう高い結構ロン ガシッとしたほんと厚手のロン t みたいな、えー、生地感のまあカーディガンまあノーカラージャケットみたいなイメージでうーんまあそんなに印象は悪くなかったけどすごいいいなぁともな思わなかったまあただなんか結構ねこう見幅が広くてちょっと変わり種のアイテムなので意外とこうワイドパンツと合わせてこういうカーディガン使っていただくと普通に可愛いいかなっていうふうにも思いますうん まあ、イメージ的にはほんとこんなイメージかな。割と、まあ、インナーとかで使うっていうよりは、アウターとして使うようなカーディガンだったかなと思います。まあ、これ、ショーツで合わせてますけど、結構ワイドパンツとかと合わせると収まりはいいですし、まあ、使いやすいアイテムかなとは思ったんですけど、まあ、けどなんか、インナーとしてのあんま汎用性が見えなかったのと、着る時期がちょっと限られちゃうなってとこで、なんか部屋着とかにはちょうどいいけど、まあ、わざわざ部屋着でこんなおしゃれなもの買うかって言われると、 微妙なとこだしってとこでそこまでおすすめはしないけどそんなに悪いアイテムではなかったなって印象のアイテムって感じですねサイズに関してはまあ僕だったら L サイズ選んだかなーって感じで L サイズでちょうどいいぐらいのサイズ感だなっていうふうに思いました、えー、続いてはファインゲージボートネック、えー、セーターですねまあこれに関してもなんか画像で見た時の方が色味が いいなーって思ったのと実際見てみたら結構ね素材感があのー、こ安っぽい雰囲気かなーっていうふうに思いましたまあ,ボーあの今回ボートネックのネックの広さに関してはあんまり気になんなかったんですよなんか僕ボートネック苦手なんですけどなんか程よいボートネック感でそこまでボートネックのディテール自体は気にならなくてなんか 結構ボートネック毛嫌いしてたのが割とあボートネックそんなに悪くないなとは思ったんですけどまあけどこのねなんかニ,、まあ、ニットにかなり近いね、えー、まあニットティーみたいなイメージのアイテムなんですけどまあこのなんかニットの風合いが意外と安っぽいんでなんかそこはもうちょいいいのたくさんあるから別にこれは買わなくていいかなっていうふうに思った感じですね。 で、それからですね、こっちのファインゲージポロシャツということで、さっきの、あのー、ニットと同じ素材なんですよ。まあなんで、あんまり、思ってたよりも、なんか、こう、高級感がない素材感だったんですけど、まあけど、これに関しては、まあ白の色味、すごい良かったですし、 まあなんか一枚で着るってなるとそんなに絵になるアイテムではなかったんですけどまあインナー使いとか考えると無難にこういうポロシャツでしかもなんかニットポロみたいなアイテムってそこまでないのでまあそういった意味では希少性は高いかなって思いますただ物として見た時にそんなにいいかなっていうふうにも感じないそんなアイテムだったのかなと思います まあわざわざ買うようなアイテムではないけどまあこういうなんかインナーとしてこういうアイテム持っときたいって人は買っちゃってもいいかなっていうふうに思いますけどそんな高級感はこのルックで見るほどないかなって思うんでそこは気をつけていただければと思いますサイズに関してはまあ僕で L サイズぐらいでまあちょうどいいかなっていうイメージでした、うん、これに関してはあんまりオーバーサイズで着すぎるとだらしなくなっちゃうんで ジャストサイズからちょっと緩めぐらいなサイズ感で買った方がいいかなと思います。僕は結構 M か L か悩んで一応 L サイズ購入しました。はい、そんな感じですね。えー、それからシャツ類いきたいんですけど、まあちょっとシャツ類は、あれ、これなかったな。あ、これ1月下旬発売なんだ。あ、この辺、えけどこれなかったっけなんかシャツあった気がするんだけど。 シャツ、まあ、とりあえずシャツ類はちょっと1月下旬発売ということで点灯なかったのでちょっと飛ばしますね。一型あった気がするんだけどな。まあ、ちょっと飛ばします。で、T シャツ、スウェット類なんですけど、えー、っと、この辺に関しては割とスルーしてしまって、ま、あまずこのワイドフィットスウェットシャツですね。 これに関しては、まあなんか本当にわざわざ買う必要はないかなっていう。まあ一見ね、このルックとかで見るとオーラリーとかのスウェットみたいなすごい品のある、ちょっと普通のスウェットとは違ったスウェット感もあるんですけど、まあやっぱり実物見てみるとそこまですごい高級感のあるようなスウェットではないし、かといって なんかスウェットならではのだらしなさみたいのもそこまでないんですけどだけどなんかスウェットだったらなんかこの中途半端な風合いよりもどちらかというとちょっとくたっとしただらしない感じかもしくはなんか品のあるオーラリーみたいなスウェットかどっちかの方が使いやすいかなっていうところですごい中途半端っていう、えー、印象を受けましたなんで個人的にはこれはあんまりおすすめしないかなーっていうアイテムですね まあワイドフィットスウェットプルパーカーに関してもまあ割と,えと定番アイテムなのでこれも飛ばしたいと思います。あで、エアリズムコットンオーバーサイズ T シャツなんですけど、まあこれに関しては皆さん結構風合いは知ってると思うのであれなんですけど、この結構ライトグレーの色味がすごいえと色味的にはかっこいいなって思ったんでまあ、買わなかったですけど、これちょっと夏とかに欲しかったら買おうかなっていうふうに思いました。結構なんか 独特な色味で面白い色味だなと思ってこれはすごい個人的にはおすすめでしたねえっとそれからねちょっとこの辺は飛ばしてあこれ行こうかボーダーボートネックティーこれね思ったより良かったですなんかまあ生地の風合いとかもそんなに安っぽさも出てなくてまあ1990円だったら割と高見えするアイテムかなと思いました まあどの配色も可愛かったけど個人的にはこのダークグレーとオレンジあたりこの辺の配色が可愛いなと思いました、うん、まあ白も別に悪くはないですけど白はどちらかというとなんかインナーとかのアクセント前提かなって個人的には思って、まあ、この辺は1枚で着ても様になるしインナーでも使いやすいし まあ割と使いやすいかなっていう。で、ほんと、ボーダ、あ、このボートネックのね、首の開き具合がそんなに露骨に開いてなかったんで、意外とこれに関しては、なんかボートネック苦手な人でも全然着られるようなデザインだし、結構この、まあ身幅ゆったりしてて、スリーブも割と長めに作られてるので、なんかこの、 あん結構こうボートネックって多分タイトめのサイズ感ジャストサイズめで着ると結構このボートネックの開き具合って気になるんだけど思ったより身幅が広いのでこの首の空き具合も気になんなかったところでまあなんか割と 使いやすいかなって思うアイテムだったんでまあなんかこういうアイテム欲しいって思った方はいいかなまあすごい,い特別感があるわけではないのでまあそんなにすごいおすすめですって感じではないけどまあ割と悪くないアイテムだなって印象は受けましたうんで一応僕はなんかあえてこの白買ったんですけど一応サイズは L サイズ選びましたまあちょいゆうぐらいでこれは着てあげるのがいいかなと思います えっと、それから、えー、これは見てないから、これ、あ、そうだね、まだ発売してないんですね。はい。で、えーと、まあ、ね、それから、まあ、この、えっ、ー、と、セットアップのパンツ、ちょっと、についてお話ししたいんですけど、これ、パンツ単体で買ってもいいかな、みたいな感じで、えっ、ー、と、事前レビューでは言ってたんですけど、パンツ単体でもね、このパンツは買わない方がいいかもしれない。なんか、 まあ3990円というお値段でこの辺のくすんだカラースラックスが買えるっていうのは魅力的なんですけどまあけど僕だったらこの4000円でこれ買うんだったら古着のスラックスまあなんか1万円ぐらいで買った方が全然いいかなって思うあんまりこの記事は本当に良くないんでなんかシルエット ともまあテーパードで使いやすいシルエットなんだけど思ったより張りのあるなんか生地感がなんかこうテロッとストンと落ちるようなシルエットを演出してくれないしあんまりね多分ね うんなんか使いやすいなっていう印象を抱かないと思うので個人的にはこのスラックス買うんだったら古着とかでこういう色味のスラックスを探した方がいいかなって思います本当にシワもできやすいし意外とシワもなんかね取れにくいような質感の素材なんであんまりこれに関しては本当パンツだけで買ってもいいかなって事前レビューで言ってたんですけどちょっとそれは撤回させてくださいあんまりこれはおすすめではありません まあ、レギュラーフィットジーンズに関してもね、これもなんかセットアップで買う分にはいいですけど、パンツだけで買うにはちょっとあんまりお勧すすめしないかな。違うパンツ選んであげた方がいいかなっていうふうに思います。えーと、あとはこれですね。セルビッチレギュラーフィットジーンズ。これなんか MB さんがなんかがすごい動画で、今回のは一番いいよみたいな感じで言ってて、まあちょっとね、えー、今回しっかり試着していろいろ勤務してみたんですけど、 僕は使いにくいなって思っちゃいました。まあやっぱりセルビッチならではのこのハリ感が僕は苦手で動きにくいなって思ったのと、まあそのうちこう馴染んできて動きやすくなるのかもしれないですけど、ちょっと僕はシルエットもあんまり洗練された印象を受けなかったですし、 うーんなんかそんな別に <laughs> いいアイテムって感じもしなかったんで、これだったらインラインのデニムとかで僕は全然いいなと思ったんで、うん、これもあんまり僕はおすすめではないですね。ああ、それからこれね、結構気になってた人もいるかなと思います。レギュラーフィットワークパンツなんですけど、 あの、事前レビューでは、スタプレに近いような多分、ね、えっと、素材感で、まあなんかディッキーズみたいなちょっと雰囲気で、ディッキーズと本当スタープレと足して2で割ったようなアイテムなんじゃないかみたいに言ってたんですけど、こちらはもう、両者の劣化版と考えていいと思います。まあディッキーズ同じぐらいの値段で買えるのに、それよりどちらかというと生地感とかも安っぽいし、ってところで、 うんなんかディッキーズのレッカ版みたいな僕はイメージを抱いてしまったのでこれに関しては本当にあんまりおすすめじゃないかななんかセンタープレスもこんな画像では綺麗に入ってますけどこんな綺麗なセンタープレスはあんまり多分出なくて思ってるよりも安っぽいパンツだしシルエットも思ったより洗練された雰囲気ないんでこれに関してはそうだな狙っていた人ちょっと一回点倒も 見に行ってみて、まあ自分で確かめてから買った方がいいかもしんないですね。あんまり僕はこれはいいなーっていうふうには思いませんでした。えー、それから続いてこちら、ワイドフィットジョガーパンツなんですけど、これは思ってたよりも良かったです。 まあ結構ね、難易度が高いアイテムだとは思いますけど、まあジョガーパンツって聞くと結構スポーティーなイメージでえー、と想像する方いるかなと思うんですけど、スポーティーなジョガーパンツっていうよりは本当にあのミリタリーパンツを参考にっていうね、文章が入ってる通り、まあミリタリーパンツだなーって印象のパンツでした。 うん本当に動きやすいミリタリーパンツって感じで結構ねこうワイドシルエットなんだけどまあ裾に絞りが入ってるので割とこう何つうんだろうななんかこうワークミリタリーだけどほんとスポーティーテイストに落とし込まれたパンツみたいな感じでちょっと独特の雰囲気が面白いパンツでした。 なんかね、ちょっと生地に安っ、黒とオリーブに関してはちょっと生地に安っぽさ感じたんですけど、このね、オフホワイトに関してはなんかその安っぽさが逆に面白いなと思って、結構このオフホワイトに関しては僕は好印象でした。割とコートとかのなんか、 パンンツのアクセントにに使っってあげるにもすごいい可愛いなと思ったしシルエットも結構ね、このもも周りとかは太めなんですけど、それに向かってまあなんかシュッとしたシルエットになってて、結構コートスタイル、それこそオーバーサイズのコートとかに本当に合わせるパンツとしてめちゃくちゃ優秀だなと思ったので、これに関しては結構好印象だったかな。なんか割とね、あの、フーデッドコート。 この、はじめの方に紹介した、この、フーデッドコートとかに、えっと、合わせて使って、ね、セットアップっぽく使っていただいたりするとすごい可愛いです。なんで、まあ結構これ買う人は、なんかこのジョガーパンツとかもセットで買っちゃっていいのかなっていうふうには思いました。うん。結構これに関しては、まあ本当に上級者用なアイテムだとは思うんですけど、あ、もう売り切れになってんだ。すげえ。 そんなに売り切れになるほどすごいいいアイテムではなかったっすけどね。まあけど面白いアイテムだなと思ったんで、これはちょっと好きな方はなんか買っちゃってもいいかなっていう、ちょっと本当に古着とかでもなかなか出てこない珍しいアイテムだと思うんで、まあ古着のやっぱね、バイヤーをやってる僕としては結構そそられるものがあるようなパンツだったかなと思います。うん、なんかオールシーズン通して本当使えるような素材感ですし、これは結構好印象だったし、僕も購入しました。 ま、この辺のスウェットパンツに関しては、ま、定番ものなのでね <laughs>、飛ばします。えっ、ー、と、あと、あ、これですね。ーイ e ジーフィットジョガーパンツあイ,ーーイージーワあ、e フィッ e ショートパンツえー、これに関しては、あの、ジョガーパンツと同じ生地を使用していて、まあ、えっ、ー、と、ショート丈ということで、これもね、結構使いやすいショーツだなって思いました。買わなかったっすけど、まあ、ちょっともうちょい夏に、 近づいた時に会ったら買おうかなぐらいだったんですけど、このね、白は結構良かったっすよ、この。うん、色味がすごいこの白かわいいし、なんか夏場とかいい抜け感出してくれるかなっていうところで、まあなんか T シャツに合わせるとかよりは、個人的にはなんかあのラックパーカーとかに合わせては履いたりするとか可愛いいかなと思って、うん、なんか半袖っていうよりは結構、 アウターに対して合わせたい小2って感じでしたね。けど意外とこれは好印象でした。このナチュラルがすごい可愛かったけど売り切れになってるんだ、残念。僕ちょっとこれ今度また買いに行こうかなと思ってたのに。うん。けどまあそんくらい割と印象はいいショーツでしたね。まあすげえいいって感じもしないけど、まあけどなんかショーツ一本持っときたいなって思う人はこの辺買ってもいいのかなって思うけど、 まあけど、ショーツ履く時期まだまだ先ですからね。まあなんかこの時期に買うのはどうなのかなとは思うけど、全然物としては良かったっすね。はい。えー、それからトートバッグなんですけど、まあこれに関しては結構ね、このブラウンのトートバッグ可愛かったっす。思ってたよりも可愛かった。まあなんか、無印とかでも買えそうな、本当にまあ3,990円。なんなら1,990円クオリティかなぐらいな。 感じはしたんですけど意外とブラウンでこの生地感のトートバッグとかないんでうんなんかこのブラウン結構好印象だったのとまあ白はなんかね無印とかでも買えそうな気がするんであんまり希少性ないですけどなんかブラウンってあんまりトートバッグだとこの感じのデザイン見ないんで個人的には割と欲しかったらいいかなって思いましたまあサンダルは飛ばしまして次じゃあちょっとレディースの中で気になったアイテムご紹介していきたいと思います あのね僕結構トレンチコートこの画像で見て、あの、レディースっぽすぎるデザインでなしかなと思ってたんですけど、意外と着てみたら、まあ、なしでもないかなっていう感じでした。なんかこう縛っちゃうと、こう着ちゃうとレディースっぽいけど、意外とこう着なければ、そんなにレディースっぽくもなくて、まあなんか、これはこれでありかなっていう、まあ、 ね、僕は個人的に去年出てたトレンチコートとかの方が好きですけどまあこれはこれでなんかレディースっぽいユニセックスな雰囲気を楽しめてまあこのトレンチコートちょっとレディースっぽいトレンチコートを着たいなっていう人にはありかなっていうふうに思いました。 カラーはまあ、このカーキの方が、あの、玉虫系の、また去年も出てたね、あの、本当に、ちょっと緑がかった玉虫系の色味なんですけど、まあ、この色味が嫌いじゃなければ、全然これはありかなと思います。まあ、こっちはダークグレーはあんまり僕は好きじゃなかったけど、個人的にこのカーキはすごいいいかなっていうふうに思いました。サイズ一応ね、僕 L サイズテントで試着して、全然メンズでも着れたんで、メンズでもいけると思います。えーと、それから、 あとは、うん、この辺は飛ばして、あ、結構なんか、誰かこの、テイラードジャケット、このちょっとジャージっぽい質感のテイラードジャケットとパンツセットアップで、レディースのやつ、どうですかみたいに言ってたんですね。このナチュラルがすごいかわいいみたいに言ってた人いたんですけど、これはかなりレディースっぽい、あの、素材感だったり、シルエットだったんで、これは結構メンズで着るの、ちょっと、 きついいかなと思いましたまあ本当にユニセックスな顔立ち体格の方だったらいいかなと思うけどあんまりメンズが着るの推奨ではないアイテムでしたねあそれからね意外と可愛かったのがこのライトウェイトデニムカバーオールこれ可愛かったっすよなんかシャツまあもうデニムのジャケットっていうよりはもうシャツみたいな感覚で使えるアイテムなんですけど意外とこのねあのインディゴの やつはすごいこのインナーににちょっっとと差し込んであげるにはすごい可愛いかなと思ってこれは割とレディースのアイテムの中で一番購入するか迷ったアイテム。まあ結局買わなかったんですけど、まあこれに関しては割と好きな人は好きかなって思うアイテム。インナーで使ってあげてもアクセントになるし、まあアウターとして使ってもいいし、これは結構使いやすかったかな。まあどうせだったらね、セットアップであればよかったんですけど、パンツとね、あのデニムの色が違うっていうよくわからない。 ね、このシステムになっててこれがなんかセットアップで着られたらまた良かったのになぁとは思ったんですけどまあけどなんかあんまり見かけないようなデザインのアイテムなんで面白さもあるし全然メンズでも L サイズとかでも着られるようなサイズ感だったんでこれは結構ありかなっていうふうに思いました、まあ、あとね個人的にはメンズでは着れないですけどレディースが着るんだったらこのショート丈の このブーネックカーディガンめちゃくちゃ可愛いななっていうふうに思ったのと、もう一個なんか可愛いなって思ったのあったんですよね。レディースだとねー。ああ、やっぱりね、これ結構可愛かったですよ。このシャイニーレイオンポロチュニック。これもなんか可愛いななっていうふうに思いました。うん、けどこの色がやっぱ可愛いいですよね。うーん、そんなもんかな。レディースで気になったの。 あとなんかレディースのパンツで誰かが気になるって言ってたのあったんだよね。どれだろうけどね、レディースのパンツでまあメンズで履くようなのでおすすめしたいなっていうのはありませんでした。でなんかね、誰かがすごい良さそうって言ってたやつあったんだけど、まあいいか。 その辺飛ばしますか。まぁ、あ、こんな感じで、えー、っと、今回は一応ですね、まあメンズ全方レビューということで、本日発売のユニクロ U の、えー、新作を、えー、まあ僕なりのほんと個人的な見解ですけど、感想を述べさせていただきました。まあ総括させていただくとそうだな、ちょっと期待外れだったかなって思ったコレクションですね。まぁ、あ、なんか、去年の SS の方がこう、 やっぱ店頭見ててのドキドキ感みたいのがあったのと、カラー的にもなんか去年の方がいろんなカラーがあって面白かったかなっていう。今年はなんか割とナチュラルちょっとベージュ惜し一辺倒すぎて、そこまでなんか見てて面白くなかったのと、これ結構ね、今回のコレクションはなんか日本人の雰囲気に <laughs> 似合うものが少なかったかなって印象だったんで、まああとあんまりなんか、 去年の SS とかだと結構なんか安っぽいなりに素材感で遊んでて面白いなっていうアイテムが多かったのに対して今回のコレクションは意外となんか安っぽいまんまで終わっちゃったかなっていうアイテムも結構多かったんでまあそこが割とん何とも言えないとこだったかなっていうふうに思います まあパンツ類とかほんとあんまりね、いいなって思ったのはなかったんだけど、まあ僕は個人的にはこのパンツだったらワイトジョガーパンツ。まあ結構個性的なアイテムなんで好き嫌い分かれるとは思いますけど、まあこの辺か、イージーワイドフィットショートパンツ。まあこの辺が狙い目になってくるかなって思って。まあカットソーは意外と本当このボーダーボートネックティーは良かったよって感じなのと、うーん、まああと、あ えっと、ニットカーディガン類でいうと、このラグラン V ネックカーディガン、個人的に今回は優勝かなって思う。まあ、この辺のスウェットカーディガンも、まあ、好きな人は好きだと思いますよって感じで、まあ、おすすめちゃおすすめ。うん、3D クルーネックセーターとかはね、ほんと思ってたより、ステンカラーコートも思ってたよりだし、フーデットコートも、まあ、ほんと人によってだとも、ちょっと使いにくいアイテムかなって思うし、 このリラックスフィットテーラードも本当にちょっと物見てみてから判断した方がいいかなうーんって感じで。まあ本当に何とも言えない、なんかね、<laughs> 感想なんですけど。 うん、まあちょっと店頭行ってみて皆さんチェックしてみて、えー、まあ店頭行けない人はちょっと僕のご意見も参考にぜひえ購入ご検討いただければなと思いますまあ一応えーと何点か購入してますので後日またえーそちらもですねえーとしっかりえーまあ着こなしとかも含めましてレビューをしていこうかなと思ってますのでぜひ楽しみにお待ちください、えー、よかったらですねえーと皆さんのこう 購入した感想とか、まあ、店頭で見た、えー、感想とかもコメント欄に残していただけると、まあ、このね、視聴者様、皆様で共有できると思いますので、よかったらコメント欄にいろいろ皆様の感想も、えー、書き込んでいただけると嬉しいなと思います。ということで、えー、本日はユニクロ U2021 春夏コレクションの、えー、メンズ全型レビューさせていただきました。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。 以上でしたー。